皆さんこんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気です。そしてドキドキです。鬼滅の刃、刀鍛冶の里の編、なんと第4話を今から見ます。第4話は第3話で始まった戦いの真っ只中から再開します。なんということでしょう。説明文申し上げます。無一郎は鬼気迫る里へ急ごうとするが、虎徹から頼まれ、鋼塚と鉄穴森の救出へと向かうことに。一方、炭治郎、禰豆子、玄弥は4体に分裂した鬼と対峙していた。はい、これから見ます。大変なことになってます。はい、再生。前回までのあらすじをスキップ。やばいやばい、うわー、やってきた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 。お、切った、首を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 切った。ああ、一発で倒れた。おー。はい、イントロをスキップ。あ、タイトル。時藤くん、ありがとう。この魚みたいなの、気持ち悪い。うわ、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 再生した、再生した、再生した。首と思わしきものを切っても再生。壺、壺だ。壺を切った。ああ、きれいさっぱりなくなった。燃えていった。壺から力を得ていた。血気術。血気術というものがあるのか。虎徹くん子供だからな。怖いよな。昆布頭とか言って。子供だな。あ、待って、金森さん、そうか、鋼塚さんは作業中か。土下座してる。虎徹さんが土下座してる。生きてさえいればどうにかなる。おー、虎徹さんを抱えて
無一郎がしゃべ、は、は、はな、走ってる。霞柱。うわあ、炭治郎だ。こっちはやばい、こっちはやばい。やばい、やばい。同じ名前。うわあ、超音波だ。おお、なるほど。分裂するごとに弱くなっていくのか。おお、見切った。おお、分裂をさしまくればいいんだ。やばい、こいつ、この鳥強い。切った、切ったぞ。よし、切った。いいぞいいぞ、炭治郎いいぞ。しかし鳥は強い。禰豆子はどうしてる？禰豆子は。やばい。お、銃だ。
やばーい。CM だ。やばーい。なんてこった。阿弥陀経。消えた。おお。なんで死なないんだ、玄弥は。なんてこったー。禰豆子がやられた。やばい、鬼になっちゃう、鬼になっちゃうよ。首をやられた。炭治郎。よし、決心した。原因はどうなってるんだ。ああ、またお経を唱えてる。品津川。
おー、来たー、来たー、来たけどやられたー、やばい、やばい、やばい。おー、いける、いける、いけるらしい、いけるらしいぞ。おー、あー、禰豆子が、禰豆子がやばい、禰豆子がやばい、あー、やられる、危ない、気をつけて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 、あー、おっしゃー、よ、あ、いや、よけた、よけた、よけた、なるほど。下を切った、抜け、抜いた、やられた、止まった、禰豆子だ。ああ、久しぶりのやつが来た、久しぶりのやつが。やばい、禰豆子もやばい、あー、気を失ってる、なんだこの風穴は。やばい。お、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 みんなが集まってきた、みんなが集まってきた。なんか来た、なんか来た。うわ、なんか新しい敵も来た。やばいやばい、けど逃げるしかないよな。春日井ガラス、あの女の子だ。お、ここで終わりかよ。おー、すげー、すごい、すごい、すごいです。
今日もすごいです。やばい、涙出てくる。うわーすごい。うわー、このアニメ本当すごい。やばい。いやー、もうみんながハマるわけだ。やばい、すごいですね。いやーすごい。あーすごいすごい。いやーすごいですね。これやばいですね。すごい。すごい。こんなのが毎週続いたらもう僕もうちょっと身が持たない、精神力が持たないですね。いやー。やばいっすね。これはやばいっすね。いやいや、ちょっと落ち着かないと。すごいっす。第4話を見終わりました。はい、見終わりました。これ何話まであるんですか。11話でいいんですか。なんかそれで合ってるんですか。すごい、また戦いの途中で終わってしまいました。やばいですね。刀鍛冶の里でなんか修行でもするのかと思ったら戦いです、柱との。やばい。また明日かな。明日土曜日、ああ土曜日か。染み入れるかどうか分かんないな。はい、今日は23分見終わりました。疲れますこれ、けど興奮する。楽しいです、楽しいです。はい、楽しいは楽しいです。はい、すごいです、びっくりです。はい、おすすめです。皆さん最初からでも、最初から見てない方、これまで鬼滅の刃見てない方、最初から見直しましょう。はい、どっかで見れるはずなんで、はい、見直しましょう。必ず後悔しません。はい、もうここまでで十分もう満足してます。はいはい、けどまだまだ続くんですよねこれね。頑張りたいと思います。体力を温存して、しっかりとトイレとか行って、はい、それで臨みたいと思います。はい、今日の配信は以上となります。また別の配信でお会いしましょう。さようなら。